第3試合、先攻青コーナー D3、後攻赤コーナー孔明。Yeah, yeah, yeah。 それでは先攻の D3 から会場に向かってシャウト一言どうぞ。大街道でサイファーしよってよかった、お前に会えたけん、かまして。それでは高校の孔明、恩返しします。いきましょう、ベスト8、ここでビートが変わります。 DJ 孔明、ここからのビート聞かせてください。それではいきましょう、ベスト8第3試合、yeah! 青コーナー D3、 高校赤コーナー孔明、DJ 孔明、レディーファイト。鍛え上げたスキルをな、どんだけのもんか見せてくれや、俺の元で磨いたものがこの場所で花になると思うかな。まだ甘いぜお前、3ヶ月で日が陰ってうまくいってね、俺のラップとフロートビーター、見習って上に上がってこいやボゲ。よう見習ってだからやるぜ、生き勝手じゃねえで、俺はいつもしっかりとバッチリと見つめた目線から、携帯から見つめてた憧れの存在、そんな人に囲まれ存在には扱われてねえ、だから俺は嬉しい、一人の男として見つめてくれたあんたに感謝、だからここで成し上げる下克上を。下克上って簡単に口にするけど、この場所でマイクを握ってその先に行く意味が分かってるやつしか俺は上には行かされねえよ。ディフェンスと立場でもアタックしていくだけ、もちろん失ってない情熱とその他もろもろ、ここがもともとフリースタイルの場所だと思ってるだろうめ、知見だよな、ステージは MC が人生を表す場所じゃ。いや、そうそう、その場で俺も立ちたいと思った、だから言ってるだろ憧れって、その憧れを倒す、それぐらいすげえことはね、それを今成し遂げる、早いかもしんねえけど、それでもやりたいことがある、この場で行きたい、これで食っていきたい、飯を食っていきたい、その道は絶対負けねえ、だからこれから大学生になろうが、どこでもかましていくラッパーになるぜ。終了。それでは判定お願いします。先攻青コーナー D3、 後攻赤コーナー孔明。まずは D3、 陪審レディージャッジ。青、勝者 D3。 ありがとうございました。孔明、初めて3ヶ月なんでしょ。